王立飛行クラブのカーバッジ、クラブのエンブレムがデザインされている。イギリス飛行クラブ、または王立飛行クラブは、イギリスの国内スポーツ団体である。1901年に、イギリス飛行クラブとして設立され、1910年に王立飛行クラブと改称された。1901年、フランク・ヘッジズ・バトラーと娘のベラ・バトラー、後に、 ロールス・ロイスの設立者となるチャールズ・ロールズが1898年に設立されたフランス飛行クラブに影響を受けて設立した。最初は気球による飛行を対象としたものであったが、ライト兄弟が1908年にヨーロッパで飛行機の飛行のデモンストレーションを行うと、スポーツとしての気球や飛行船の奨励という設立趣旨から離れ、飛行機に活動の重点を移し、 定常的な活動の必要性からロンドンのピカデリーにクラブハウスを持った。このクラブハウスは火災に遭う1961年まで使われた。1909年にロイヤルの故障が許され、1910年から国際航空連盟の承認の下で航空免許の発行を管理することになった。イギリス国内の民間飛行や記録飛行、飛行大会を管轄した。 1909年の初めに、シェピー島のイーストチャーチに、クラブのために、イギリス最初の飛行場を作り、カントリーハウスを作り、会員は飛行場に小屋を作り飛行の機材を整備することができた。後に航空機会社、ショートブラザーズを経営するショート兄弟は、最初に小屋を作り、会員の気球を製作し、クラブの公式エンジニアとなっていた。クラブが、ライト兄弟からライセンスを得て、 ライト式飛行機を製造することを決めたとき、ショート兄弟が組み立てることになった。1909年5月1日に、ジョン・ムーア・ブラバゾンが、フランス製のボアザン機で、シェピー島の海岸で500ヤード以上を飛行し、イギリス人のイギリスでの最初の飛行と認定された。同じ週に、ライト兄弟が飛行クラブを訪れ、ショート兄弟の工場を検査し、 当時のイギリスの航空のパイオニアたちと面会した。ブラバゾンはその年の10月にショート兄弟の製造したライト式の飛行機で1マイル以上の飛行を行い、デイリーメール新聞社が提供した賞金を獲得した。1911年までイギリス陸軍はパイロット養成学校を持たなかったので、初期の陸軍のパイロットは飛行クラブの会員が訓練し、 陸軍のパイロットは飛行クラブの会員となった。第一次世界大戦の終了までに6300人の陸軍のパイロットがクラブの飛行免許を取得した。イギリス飛行クラブが飛行免許を発行した最初の10人のパイロットとその発行日は以下である。ありがとうございます。